セミオン・ウラジーミロビッチ・ポルタフスキーは、ロシアの男子バレーボール選手。ウクライナオデッサ出身。ポジションはオポジット。元ロシア代表。ユース・ジュニア代表として出場した1999年ジュニア世界選手権。1999年ユース世界選手権で、金メダルを獲得し、2000年に世界選手権、ユースチームのベストアタッカーとベストサーバー選出される。 2001年、ロシアスーパーリーグのバルディカサンクトペテルブルクに入団。2002年にイタリアセリエのモンティキアーリエ移籍。翌年からスーパーリーグのディナモモスクワに所属し、2006年と2008年のリーグ優勝とロシアカップ優勝の2冠に貢献した。2002年、ロシア代表に選出。2007年に3つの国際大会で銀メダルを獲得した。 新生ロシアナショナルチームのオポジットとして活躍し、強烈なジャンプサーブを武器に、2007年ワールドカップでベストサーバー賞、2007年ワールドリーグでベストサーバー賞とベストスコアラー賞、2007年欧州選手権でベストサーバー賞と MVP を獲得した。翌2008年北京オリンピックに出場。決勝リーグではマキシム・ミハイロフの控えに回り、 ワンポイントブロッカーとしての出場に留まったものの、銅メダルを獲得した。2009から2010年欧州チャンピオンズリーグでは、ディナモモスクワの準優勝に貢献。2010年5月、7シーズン在籍したディナモを離れ、ヤロスラビチ・ヤロスラブリへ移籍した。ありがとうございます。